粗品です。せいやです。あー川の流れを変えるだ。神様の歌。今回はですね、視聴者質問コーナーたくさんね質問いただいてます。これが好評なんですよね。そうなんですよね。ラジオとかで聞けない下りチューブならではの話聞けるということで、チューブネームエノキング、はい、霜降り明星のお二人こんにちは。こんにちは。ゲームが好きなお二人に質問です、はい、好きなゲームの BGM を教えてください。あー BGM ね、いいですね。いろいろあるけどね、なんやろう。僕でもやっぱり東方プロジェクトのゲームの BGM で、それはもう一回置いといて。ああそうか、言ってたもんな、ね、はい、もう金字塔ですからゲーム BGM、うん、それはもう全曲好きなんで、それ抜きでやっぱカービィかなー。ああ俺も同じこと言おうと思ってた。ええよなカービィ、うん、グルメレースね。うんてーってあ、これ何の歌だたまーに出る、それなんなの権利関係とかありそうやん。歌っていいんすか。まあ、めんちゃうペー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 テンション上がるな。上がる。あとグリーングリーンズ、何それ、なんかどんなんやっけ。てってでーあーえぐいな。てててててててえぐい。てて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 てあれもいいですね。あれえぐいねね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 ピンボール世代ですから我々。あそうやな。あれその BGM やったっけ。そこでも出るし普通のカービィのやつにも出ますね。あるなあ。あとやっぱりポケモンで言うと、うん、あれです、金銀の。あーわかる。あわかる。言おうとしてること言っていい。言って言って。ボス戦やろ。うん。ボス戦もええな。大事な。いや分かる。いや僕は金銀のロケット弾と目合った時の。え？トゥルテッ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 テてて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 てまあでも君やったような気すんねんな。いやーええな。ポケモンもええし、まあ、あとマリオもやっぱいいですよね。マリオええな。そやな。粗品さんやってないかもしれないけど、やっぱマリオストーリーペン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 知らんわ。ペン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 って知らん。知らん。ペンペン知らん。ペン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 知らん知らん。これもいいんですよね。マリオで言うとアスレチックの面がええかな俺。テレデデンデレンデ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 ケ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 デでんでんの手前か。あ、そうです。でれんでんでれんでん。俺が聞いたやつだ、それ。あー、そうか。マリオとかもええよな。でん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 。またちゃうか。あ、そうそうそう。マリオもいけ。やっぱりでも。うるってて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 あれよな。てれれれれれれれ。めっちゃええな。あれ、えぐい。やっぱゲームの BGM やっぱいいな。えぐいね。えぐい。まあ、ナルトもいいしね、やっぱり。またうん。ナルトのゲームの。そうやな。それ BGM あんのそんな。ね、まあいろいろありますけどね。まあ、ナルティメットヒーロー。まあ、まあ、ベタですけど、ナルトでようあるやつ。てー、てーねねねー、てーねねねー、忍者っぽいやつ。てーねねねー、ねーねー。肛門ちゃまに似てんな。うん？肛門ちゃまにめっちゃ似てるわ。肛門ちゃま。うん。
いや、CR 黄門ちゃまの通常時にめっちゃ似てるデデ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 デなんでナルトからやんねん。デレレ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 これもあるな、ボス戦で言ったら。うん。ルルデン、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 デン。あ、それもあったっけ。デン、デン、デン。なんかこんなんありますよね。それって歩いてるとこちゃうかったっけ。で、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 みたいな。ほんで、ドゥルル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 それそれそれ、そんなんよりもうるてててててもうええわお前、俺の気持ちやつ、そんなお前えれれれれこれがええよな、ラタタタエグいからラタタタって呼んでんのスモーリーチューブチューブネームグリーンゴリラ。お二人は額に漢字一文字のタトゥーを入れなくてはいけない法律ができた時どんな漢字を入れますか。僕は幸せにしたいです。幸せ漢字1個入れなあかん法律できたら。ああちょっと1本グランプリ思い出せすいません、大喜利はちょっともう2年ぐらいやりませんので全員が1本グランプリの回もまた別でねあるでしょ。いや大喜利やろ。いや大喜利って俺泣いたからなテレビですごい顔してた1問目がもうわけわからんすぎてパニックだったぞ。まったく。いやこのガチのやつで言うその幸せみたいな。なんやろな。まあでもデコに入れる自分の名前とか。まあもし笑いとか入れるやんか。うん、まあウケへんようになるよな。芸人として笑いなんか入れてたら。なるな。絶対滑られへんやん。笑いなんか入れて。ほんで万が一芸人もしちょっとやめようかなんて50代ぐらいで思ったら笑いって入ったまま一生いやいやちょっときついよね。これ文字じゃないとあかんのか。一応漢字一文字。あ漢字一文字。文字じゃなかったらまあなんか漢数字とか1とかやったらシワみたいになるけどな。それでごまかすとか一番ダサいシワなのかって老けるやんじゃん。いや、まあでも、その漢字自体がこうやっぱ目立つからな。いやいやな。まあ俺、リンネガン書くわ。それやったらね、何がリンネガン。あの、十尾の人中力みたいな。なんだ、全部わからんねん。ナルトかよ。ナルトかよ。はい。どんなのあの、紫の、こう、開くんだそう。お前のやつ決めたら俺が。おう。ほんで、お前も俺の決めてる。いいよ、このデコのやついいよ。楽しそうだよな。もう俺決まったの。何実家飲食店やから、うん、飲食店のインインイン飲むって書いてある飲食のインイン気所飲みます。飲みますやないの。ハゲはハゲ感じる人に。うるわアリテヤマアリテヤマや。やめてやめてやめて気合ダメやめて気合パンチやめてくれやめてよ疲れた。子供チャンネルだからな、これだな。こういうのでいいんですよ。さあ、ということでですね、皆様ハゲって入れるそうですから。もう飲食のいいハゲでございます。はい、まだよろしくお願いします。質問送ってください。しんどいね、もう皆さん、高評価、そしてチャンネル登録お願いします。